PDS。Hey guys、 ね、今日とね、久しぶりにね、外出たってことなんでね、友達が経営してるで、美容室に来ました。よろしくお願いします。で、ちょっと髪めっちゃ伸びてんね。そう。最近店をね、作ったんですよ。お疲れ様で。お祝いとして今日はね、ちょっと髪をね。ありがとうございます。1週間ぐらい洗わないで来ました。大丈夫？嘘で。3日ぐらいか。3日ぐらい。昨日なんか、シャンプーやろうと思ったんだよ。でもやっぱ今日フジッペのシャンプー試したいなと思って、ああめっちゃ試される感じ、そう控えといたんだよ。なるほどねって感じで、今日はちょっとイケメンにしてください。イケメン？イケメンキモっ。どんな感じの？どんな感じ？いや冬のイケメン。冬のイケメンめちゃめちゃむずいんだけど、ここ3ヶ月一番むずいわこのオーダー。もうこのブリーチの部分は切っちゃっていいかな？ブリーチ世界一のイケメンでウィスウィスウィスって何？これ色何色がいい？色エロいやつでいつからこう始めたの？ここはね、去年の12月1日オープンだね。男女比率がどんぐらいなの？スタッフ、お客さんお客さん。自分は今9対1で女性9、男性1ぐらいかな。いや、すごっ。なんか前はそれこそメンズで推してたから、メンズのお客さんが8割ぐらいいたんだけど、なんかちょっとレディースもできないとちょっと美容師としてまずいかなと思って、レディース打ち出したら、今逆転して、今ほぼ9割ぐらい女性になったんですよ。いや、もう虜になるやろ。いえいえ、もう全然いい。でも正直メンズの方が本当は得意なんだけど、なんかようやくこう女性のもう可愛いっていうのをこう研究して、すごい。ちょっとね、ようやく分かってきたかなって感じ。もう何でもいいんだもんね、別に本当にお任せって感じでしょ。せやな。別にないの、こういうのやりたいとか。俺がやりたいになっちゃうと守りに入っちゃうから。なるほどね。うん、だからフジッペがにかかってんだよね、俺がモテるかどうか。なるほど。うん、街中でやっぱ逆難されるぐらいの。ああ、なるほどね。うん、じゃあ今日はもうこの後帰りも速攻逆難されるような。そう。 OK。 はい、ちょっとね、さっきテンションちょっと低かったんで、はい、やっぱ久しぶりに会うと緊張してる。そう緊張しちゃうんで、フジッペは小中学校のからの友達で、そう、はい、全然体育のやつやんないで一人だけサボってるから一緒になってサボってました、うん、めちゃめちゃ長くてモサモサしちゃってるんで、ここはちょっとバッサリいっちゃいます。ういでもあんまりね変わんなくてもちょっとつまらないから、ちょっとしっかりこの辺は短く、動画映えのなんか前さ、地毛で金髪だったよね、小学校ぐらいの時は。そうだね。あれより暗くなってやったんだ。まあ大人になればみんな黒くないよね。あ、そうなの、そういうもん。そう。この今の地毛もめっちゃいい色だけどね。いやでも育毛剤でだいぶ育毛剤ってそんな効果？ひげもさ、こそっても青ひげ残るんだよね。でも脱毛したくないんだよね。なんで？いや、やっぱワイルド。あ、ワイルドキャラで言ってんだ。そうそう。いや、なんか40にあって、頭もひげもハゲてたら嫌じゃん。ハゲないですよ絶対。いやいやいや、今のところ今1個だね。今大体こうスタイルにして、マッシュ系だからね。でも9割も女性切ったらさ、バレンタインチョコめっちゃもらったんだよ。全然絶対もらったし。でもそういうのないからね。でも小学校の頃めっちゃもらってたよね。誰かフジってもらってないわ。え、こんな作り話あれもらってなかった。全然もらってない。え、なんでペインはさ、小学校の時さ、イケメンなのにあんなキャラでいた。あんなキャラ、ああいうやつはあんなキャラ絶対普通にしてればもっとモテたでしょ。なんかウェーみたいな、なんかもうなんだろう、陽キャ代表みたいな。なんかそんな陽キャラじゃなかったよ。え、でもなんかさ、どっちつかずだったと思う。そうでも忘年会さやったのに誰も来なくてさ。え、どういうこと？誘ったじゃん。いや俺本当に行きたかったよめっちゃ。そうだ、俺大抵さ、絶対来てくれる人呼ぶよ。で主軸ができたらどんどん呼ぶスタイルにしてて、そう同窓会で主軸が誰も来ないから諦めて。あ、やらなかったんだ。いやね、もうちょい早かったら誘ってくれるのがいけたんだけど、もう帰っちゃってて池袋に。サイゼで同窓会やろうと思ったのに。いやー、やろうよ。サイゼだとさ、みんな気使わないと思ってさ、なんか居酒屋だとさ、飲んでもないのにさ、誰かが飲んでたらどんどん上乗せされてこう割り勘になったらさ辛くない？偉い、そういうの考えるの。そう、俺結構ケチ志向だからさ確かにね、意外とね。そうでもみんなあれじゃね、今年30でやばいよね。30でやりたいよね。そういえば俺結婚すんだよね。え、本当に？だからこれちょっと紙を。何それ？そうそうそう。なんかえ、ずっとだってなんかさ、彼女欲しいとかなんか言ってなかったなんかずっとモテたいとかなんか。だからその式があるからちょっと紙をやってもらって。マジで？友達の結婚式が。友達か。なんで？うわ。気ないなんか急になんかね、先行かれたわとか思ったけど。ビビった。だって結婚しないみたいに言ってなかった当時は。結婚相手がいないどうやってするんだよ。そうだよ。今高校生からやってたでしょ。そうやん。あれなんでやろうと思ったんだっけ。あれはなんかいろんな事務所落ちまくってたから、もう YouTube やと思って。あ、最初芸能で行こうとしたの？普通に高1の頃はジャニーズ辞めて、まあ俺ならどこでも受かる人と思っていろいろ受けたんだけど、書類すら取んなかったからもういいやと思って、それで YouTube で。そしたら大成功しちゃったっていう。いやでも最初苦難だったよ。最初ってまだ収益なかったんだっけ？そうないし、最初は英語でやってたんだよね。あ、外人向けに。そう、ある日ジェット大輔っていう、毎日動画を出してる人、おっちゃんがいて、その人を見たら日本語でやろうってふうに。え、すご。そう、そっからもうその人じゃもう恩師みたいな感じだった。そうそうそう。でえっちゃんは YouTuber 界隈にやったのもピンでしょ。えっちゃん、なんかえっちゃんが LINE のタイムラインで、なんか仕事を探してるっぽくて、でそこに書いたんだよね、そのブーム動画どうって、軽い気持ちで書いたの。すごくない？そしたら本当に受けてて受かってて、行動力早いと思って。でもそういう人が成功するよね。そう、結構さっぱりしない？おお、すごい。最近もう30になるとさ、結婚式呼ばれるの多くない？多い。人によっちゃ断ってる。断れるっていうか、まあそれこそ全部はいけないじゃん、仕事してるからさ。だからタイミング合えば行くけど、合わなかったらやっぱどうしても行けないので行きたいけどっていう断り方。まあね、本当は全部行きたい、もちろん行きたいんだけど、さすがに全部行ってたらさ、やばいよね。やばいじゃん。最近も結婚ラッシュでさ誘われるんだよ。そうだから今日は髪質やっぱ整えてもらおうと思って。なるほどね。整えるところが割とスッキリさせちゃった。どう？触ってもらって長さと量。もう完璧。完璧？すごい。じゃあちょっと坊主でお願い。ここから切ったの？やばすぎでしょ。オイルを混ぜて、オイルワックス。オイルなんですよ。オリーブオイル。オリーブオイル？奥光さんじゃないから。オリーブオイルじゃなくて、なんかね、なんだっけ。ナインオイルってやつだね、これは。確かに店員レベルだったらもうオリーブオイルもしくはごま油でもいけるかもしれない。いや、オリーブオイルとはボンドでやれば大丈夫、家で。やっぱ家でもさこうやって再現してそれ企画として見たいかもしれないね。あんま最近こういうバチバチなスタイルやってるとこ減ったけど、たまにはいいかなみたいな。平成を生きてきた人からしたら、この平成に流行った髪型してもう一回たまにやってみるみたいな。がいいんでね、そんなに手は。それはもうみんなに言うでしょ。まあ今回はねちょっとこだわったのも、頭の割り組みはもともといいから、このままここなんだ、ちょっとくびれさせて、ここすっきりさせて、ちょっとふわっといつもなんか寝癖みたいになっちゃうって言ってたから、寝癖っぽくならないように無造作に、で動き出やすいようにちょっと毛束感をちょっと出してみたいな感じかな、って感じでね。同級生のフジッペ君にね、世界一のイケメンにしてもらいましたありがとうございます。このねバチェラーにしたい方ね、もう女性でもね、いればね、ハピネス概要欄にねあるんで、ぜひぜひアッチしてます。じゃあPDS 株式会社チャンネル登録よろしく。